今日何通か手紙書こうかなって思ってんだけどさ手紙行ってみますか。ちょっと準備してきました。今日はですね、3通ほど手紙を書いてあげようかなと思っていて、1通目はですね、ケロミちゃんケロミちゃんはね、俺と任天堂にねすり寄っていかないといけないんで、この G キューブなさ服をさ着ればいいんじゃないかなこれを送ってあげましょうかね。で、いつもはケロミちゃんにはね、朝顔の便箋で手紙書いてあげてるんだけど、今日ね、この霞の服をもらったんで、便箋もね、それに合わせて霞の便箋っていうのがねあるんですよ。これを使って書いてあげようかな。うん、すり寄りっこ派でいいか書けました。読みますね。ケロミちゃん、チェキッス、イナババッス。ふと思ったんだけど、ニンテンドってすっごくイケてるよね。特にあのマリオって男性。まさに理想のイケオジって感じ。男子たるもの、ああなりたいものよな。すり寄りっこ派王、イナババ。ちょっと後半ね、テンションが迷子になった感じがしますが、これで G キューブな服を送ってあげましょう。どうかな、似合うかな似合わなそうですが。次の手紙なんですけどね、ちょっと実験的な試みをしたくてですね、昨日さ、ケロミちゃんに傘送ったじゃないですか。ただね、傘変えてくれなかったと思うんですよ。それが好感度によるものなのか、もうゲーム的に傘は変えてくれないものなのかっていうのをね、検証したくてね。昨日の時点ではまだケロミちゃんもね、挨拶してくれなかったし、このシアンチェックな傘をですね、とにかく好感度が高そうな住民に送ってあげようかなと思ってて、まあ、マールなんだけどマールでダメだったら他の子でも無理でしょ。それはね、なんとなく自信がある、まあ、マールの場合ね、プログラムを超越して傘変えてくれそうな気もしなくもないけど、まあね、すごく似合うと思うしね、マールにね。マールに手紙出すのも結構久しぶりな気がするんで、ちょっとね、これを送ってあげようと思うんですよね。はい、書けました。マールはね、この水玉な便箋すごく似合いますよね。マールや、チェキッス、イナババッス。今日は、夫婦庭石をありがとう。とてもマールらしい素敵な家具だね。なんだか、置き場所に困ってしまいます本心お礼におしゃれな傘を送ります。ぜひ使ってね。夫婦には稲葉は33歳。うん、手堅くまとめましたねこのシアンジェックな傘を送ってあげましょう。で、最後ですよ。最後はですね、もうあれですよ、ニコバンバンねニコバンバンにはね、服がデフォ服に戻ってしまったので、ちょっと服もう一回送ってあげようかなと思ってるんですけど、この間青を送ったけど、やっぱね、ニコバン黄色なんですよね。個人的には黄色タータンがベストだったと思っていて、ただ黄色タータンを送り直すのもあれなんで、このね、レモンチェックの服またチェックかっていうねのもありますけど、これあれですよ、昔村で一世を風靡していたレモンチェックの服ですけど、これ似合うんじゃないですか。これ着てるニコバンバン見たいよねねえねえねえ、これを送ってあげようと思います いやー、すごいなこれを読むのか読みますね。行こう。ニコバン。バン。ズズ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 ズテーマはすいませんテーマは初恋レモネード、ぶち抜きトルネード、稲葉場。
ぶち抜いてやりましたよ。世間の常識ってやつをね。いやー、何が恐ろしいって、この言葉の羅列が俺から出てきたんだなっていう事実に対してですよね。はい。レモンチェックの服を送ってあげます。ね。ペリコ。よろしくお願いね。じゃあ、あとレターサービスもこのままやってしまいましょうか。さあ、今日のレターサービスですが、PR カードシリーズということで、ペリミさんペリコって来たんで、ペリオ行ってみる？今日会ってないけどね、ペリオね。ペリオ！うん。ペリオ、うん。PR カードシリーズね、そんなに期待しない方がいいかなっていう気がしてきたんですが、まず見に行ってみましょう。お、来てますね。ちょっとね、着替えてみましたけど。池王子 T シャツですね。さあ、ペリオからの手紙、読んでみますよ。便箋はこれですよね。やあ、稲葉くん。やあ、やあが被ってるよ。やあ、お手紙があったら、郵便局までどんどん持ってきてね。どんどん持っていくよ。持っていったよ、ついさっき。僕がすぐに配達してあげちゃうよ。お手紙は今4つ来ているから、あと1つでいっぱいだけどね。これあれだね。システムの説明だね。一度に出せるのはね、5つまでっていうのがあるんですけど。配達係のペリオより。これ別に PR カードでさ、システムの説明しなくていいよね。じゃあプレゼントを開けてみましょうか。家具。目覚まし時計か。なんで？朝早起きして、早朝に手紙を届けないといけないからってことなのかな。目覚まし時計って持ってるっけ。目覚まし時計。ああ、これは普通に持ってますね。もうちょっとさ、なんか、おってなるようなさ、やつ送ってほしいよね。せっかくだから。非売品とは言わないからさ。で、聖一さんにさ、サブアカで魚渡したらまたくれんのかねって言ってたじゃないですか。ちょっとね、試してみたの。結論としては、もらえました、壁紙。ここにね、無造作に置かれた二つの壁紙がそうなんですけど、ただ、サブアカ三つあるのになんで二つしかないんですかっていうね、疑問があると思うんですけど、プリババさん、モラババさんって順々にもらっていって、で、稲葉箱でね、最後もらおうとしたら、スイッチさんが消えたんですよ。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、手順としては、サブアカ起動して、で、魚を釣って、このね、本館さんにスイッチさんの場所を聞いて、で、渡しに行くっていうのを繰り返していたんですけど、稲葉箱でね、変わったことはっていうのをね、聞いたら、もうね、セリフが変わっちゃってたんですよ。なんだろうね、3人までしかもらえないとか、あんのかな。さすがにそんな中途半端な仕様はないと思うんだけど、謎ですね。稲葉箱の闇のペルソナ的な部分が何かを作動させてしまったのかもしれないけどね。で、6月17日に迷惑注射撲滅キャンペーンを行う予定のようです。グレースですよね。稲葉さんも迷惑注射はしないでください。6月18日が次の引っ越し予定日なんで、グレースには会えますよね。多分、誠一さんと同じように、サブアカでももらえる気がするんだよね。連打頑張れば。ちょっと頑張ってみますかね。なんか前、怪我した覚えがありますけど。ということで、誠一さんからね、もらった二つの壁紙を見てみようかなと思うんですけど、このね、勝負の壁っていうのと、漆喰の塀なんですよね。で、漆喰の塀はね、もう稲葉場でゲットしたことあるんですよ。あんまり記憶にないかもしれないけど、一応ね、すでにゲットしていた壁紙でした。なので、新規なのはこっちですね。勝負の壁。勝負って、花の勝負だと思う？勝ち負けの勝負だと思う。どっちですかね。使ってみる。は？これ何これ何すか？前衛的なの随分。
これどういうこと？気が狂いそうなんだけど。これはわかんねえな。2階の方が見えやすいだろう。2階ほんと素晴らしいね、今ね。完璧ですね。これ何？勝負って何？何の勝負？怖いね。2階はなんか割と合ってる気はするけど。これはこれでいい気がするけど。これなんだろう、勝負って。わかんないね。とりあえず星空にしとこうよ。ね。星空のディスタンスですよ。じゃあ、今日はこれで終わりにしましょうか。今日も楽しかったね。やっぱり動物の森はいいですね。明日も続きをやっていきますので、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。おはようございます。6月16日午前7時30分でスタートしております。なんか、あれですね、7時台の曲聴くの久しぶりですけど、すごいいいね。爽やかでいい感じの曲ですね。さあ、皆さん、あれですよ。6月も折り返しですよ。やっと折り返しなんですけども。長いよね、だいぶね、6月ね。俺さ、どうするつもりなのかなって。俺ってどうするつもりなんだろうって時々ね、ふと思ったりするんだけどね。ちょっとですね、次の流動枠が、まあ、僕系になるんですけど、それでね、カジローから数えると、6性格をね、一周ぐるっと回ったことになるんで、次の流動枠のコマでは、今の感じで続けていって、で、そっからね、ちょっと進め方は考えようかなとかね、思ってるんですけどね。どう変えるかとかはね、全然未定ですけど。とりあえず16日進めていこう。掲示板から。あ、久しぶりに更新してくれていますね。宝探し競争だって。あ、2丁目の一番地に、おいら、ももちの宝物埋めといたんだ。スポーツマンシップに乗っ取って、ぜひ穴掘りに励んでくれ。ももち前もさ、埋めてたよね。ラブレター。ラブレター付きの下駄箱ね。これ、2丁目の一番地ってさ、あれじゃないの？そうだよね。住んでるとこだよね。自分家の近くに埋めたんだな。何埋めたんだろう。すごい楽しみですね。で、いつもはさ、この、あ、そっか、カルタね。カルタ書きますか。書きくけコまで来ているので、作業ですよ。ついに作業ですね。じゃあ、ズポシカルタ、さですね。いやー、長いね。カルタとしてはちょっと長すぎな気もしますが。ずっぽしかるた、さ、ザリガニが食べたいと君が言ったから、私のお家はザリガニ屋敷。そんなこともあったなっていうね。今もう別にザリガニ屋敷じゃないですけどね。どちらかというとロッカー屋敷ですが、いいんじゃないですか。で、普段だったらね、この流れで、じゃあマザーもやりますかっつってね、地下室に行っていたと思うんですけど、ちょっとね、地下室の活用法をね、見直した方がいいかな、ということで、ちょっとね、いろいろいじったんすよ。一階はさ、今まで通りだと思うんですけど、ちょっと地下をね、いじってて、地下ってもう、なんつうか、マザー部屋っていうかさ、人類の行く末を占う機能に特化した部屋になってたじゃないですか。ちょっとね、使い方としてもったいないかなっていうか、稲葉場の家は基本収納に使いたいんですよ。稲葉場のものをね、収納できるのは稲葉場の家だけなんで、マザー機能はサブアカの方に持って行ってもいいかなとか、結構前からね、考えてはいたんですけど、いかんせん大変そうで、ずっとね、着手できずにいたんですけど、いよいよね、やりました。で、マザー機能はですね、今回、モラババさんの家の地下に移管しております。モラババさんの地下はゲームセンターになっていたんですよね。ゲームセンターになっていたんですが、それはね、プリババさん家に持っていった。プリババさん家の地下が今ね、こういう状態ですね。
ちょっとね、寂しいですけどね。ゆくゆくはね、もう少しゲーセンチックにね、できるといいかなって思ってるんですけど、地下ってあれなんですよ。壁も床も変えられないんですよね。だからちょっとね、1階と2階が完全に増築が終わったら、そっちにゲームセンター持って行ってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとまだ途中ですね、プリババさんちはね。で、モラババさんちは、1階はね、何も変えてないですね。極めて良識的なね普通の部屋だと思うんですけど、地下室の方にですね、マザー一式人類の行く末を占うための細具をね運んでおいたので、ちょっとお見せしましょうか。まあ、基本はね同じですけどね、若干マイナーチェンジしてるかなより人類の行く末を占いやすいようにねいくつか変えてるんですけど、どうかな、でもちょっと整然としすぎてるかな。前の方がねごちゃついてたかもしれないですけどねえ、いいんじゃないですか。なんか部屋全体のパワーは上がった感じするでしょねえ、まあでも結局ね、俺だけ頑張って作ってもね、やるのはマザーだけですからね。稲ババの家でやるのはちょっともったいないんで、これからはモラババさんの家の地下で毎日占いをしましょう教文もやりますか。さあマザーよ、人類の行く末を占いたまえ。デートに行くなら断然ショッピング。お互いにプレゼントを選べば仲の良さも倍増するかも。幸先がいいねデート系のね占い多いっすよね。ショッピングって聞いたことあったっけ。まだね、たぬきちんち空いてないですけど。なるほどね。覚えておこう。あとはあれですよね。うちの地下室が今、どうなってんのっていうね。ことですよね。一応お見せしましょうか。一応お見せしますが、すみません。まだですね、全然、途中なんですよね。途中っていうか、あのね、もうね、引っ越し作業、ほんと大変で力尽きてしまってですね、やる気はね、あるんだけど、ちょっと時間的な都合でね、この状態でこの上なく中途半端な状態でね、ちょっと放置しちゃってますが、まあ、おいおいね、やりましょう、ちゃんとね、地下室ね。いやーでも移行作業マジ大変だったよ。あのさ、この下にさ、置けないじゃない、虫かごとか水槽は。あれね、どうやってね、受け渡したかっていうとね、ハニワくんに、もうアイテム預けられるんですよ。4つまで。ここに置いて、で、稲ババを1回落として、で、モラババさんで起動して、4つ回収して、で、もう1回稲ババで上げて、また4つ登録してっていうのを何回も繰り返す感じですよね。2時間半かかった。地下室の移行だけでね。まあこれでだいぶね、稲葉番地もね、自由が利くようになったからね。おわ、あ、すごい来てるね、手紙。すごい来てますよ。昨日ね、ちょっと溜まってた化石をドバッとね、博物館に放出したんだけど、博物館だけじゃないでしょ、これ。博物館、プレゼント付き多いもんね。お、さすが。あれ、マールとケロミちゃんと、ニコマンか。ニコマンだよね。マールでしょ？ああ、ニコマン返事出してくれるのすげえ珍しくない？マールはね、ちょいちょい見る気はしますけどね。ケロミちゃんはダメかな？博物館3つ？博物館3つか。で、ハッピールーム、タヌキチでした。先にじゃあ、ハッピールームからか。ハッピールームのね、ポイントをちょっとマジで狙ってみてもいいですけどね。なんか、シリーズでさ、統一すればいいんでしょ？ちょっとやってみてもいいですけどね。で、タヌキチ。特選家具は、あ、ラブリーチェア。ラブリーシリーズで統一しろって言ってんのかな考えとく。あとは化石ですよね。化石はね、化石で貴重な資金源ですからね。これは結構高額になりますからね。じゃあ、マールは鳥かなマールが鳥だよね。プレゼント付きだしね。先にニコバンの手紙読んでみようと思います。ほい。
あら、かわいい便箋ね。稲葉くんへ。お手紙が届いたから、嬉しくて嬉しくて、お菓子とジュースを用意して、お菓子とジュースを用意して読むような手紙ではなかった気がするんだよな。そしたら難しかったか、ニコバニは。そしたら、難しすぎて全然意味がわからなかったの。ポリポリ。かわいい。さよならって言ってる。これ、意味わからない系のメール？ベグスさんとかね、もっと辛辣ですけどね。私系の意味わからないメールよりね、僕系のはね、かわいい感じですね。じゃあ、これは解説をしに行ってあげないといけないのらね。服もね、送ってますもんね、ニコワンにはね。で、マールの手紙ですね。マールには傘を送っているんだけど。あ、ああ、俺が送った水玉の便箋と色を合わせてくれたね。タイルの便箋だっけな、これ。いいチョイスですね。人の良い稲葉さんへ。稲葉さん、お元気？私です。マールです。これ、ボンさんが稲葉さんに渡してほしいっていうので送ります。なんだろうな。明日も笑わせてください。マールより。これ、マールに言われるとなんか言葉通りに受け取れていいね。例えば、サラちゃんだったらさ、もっとなんか、嘲笑とかさ、失笑的なね、若干ネガティブなね、ニュアンスも感じて、それはそれで興奮するんですけども。ありがとう、マール。でも、ボン、これ本当にボンなのかな？若干疑わしいよね、その辺ね。開けてみますか。あ、服だ。ともえの服か。ともえの服、最近ケロミちゃんからもらいましたよね。一応着てみますけど、なるほど。せっかくだからメニューで使わせてもらうか。あ、すごいいい。目に優しいし。MVP のメニューも正直ちょっと見づらかったしね。ともえメニューいいんじゃないですか。これでいきますかね、じゃあね。じゃあ手紙送った子たちの様子を見に行くか。あ、でもあれか。マールには傘送ってるから、あれなんですよね。傘を送ったら取り替えてくれるのかを検証するために送ったんで、雨降ってないからね。じゃあニコバンとケロミちゃんですけど、先にケロミちゃん行くかな。ケロミちゃんのところに行ってみます。